暗種の祈り暗種は、キリスト教で行われる儀式とするのが一般的であるが、洗礼に対応する感情同様、暗種令という言葉を及び儀式は、例えば、大幕修前僧の川口栄会の著作、チベット旅行記明治33年の項に記載されているように、仏教用語でもある。動作も同じで、僧が、信徒に上から手を置くかまたはかざして祈る。 カトリック教会の除海の秘籍性教会の新品機密協議では、聖職者、教職者を任命するとき、上長や先輩の聖職者が、志願者の頭の上に手を当て、自分たちが受け継いできた牧者としての権能や必要な、た物ものの志願者への授与と継承を神に願うことを意味する。これは、死との時代から途切れることなく聖職志願者はこれを受けて、 権能を受け継いできたと信じられている。カトリック教会の除海の秘跡や聖教会の新品機密、聖公会の聖職者暗種では、これが行われる。また、カトリックや聖公会の献身式でも献身を授ける、司教を、司教が受け献者に暗種して祈る。プロテスタントでは、教職者の任命が暗種令と呼ばれることがあるが、霊典ではない。講義では、頭に手を置いて、 神に乗ることを意味する。献身を受けていない等の理由で生産を受けることができないものに対して、聖職者がその人の頭に手を置いて、祝福を授けることがある。また、精霊派では癒しを祈るときに安ですることがある。カトリック教会の美容者の都湯でも安守がある。安守は、旧約、新約聖書を通じて見られる一つの儀式的な行為で、あり、祝福、癒し、除解。 精霊を受けさせるためなど様々な箇所で頭に手を置くという記載がある。ありがとうございます。